明日です。良い一日を。教えてくれないことも聞けたから、みんなも参考にしてみてくれ。どうぞ。今回足が速くなるコツを教えてくれるのはこの方、日本ランニング協会の寺田さん。なんと日本全国でかけっこ教室を開き、速く走れるコツを教えているそうで、なんでも高校生の陸上大会で優勝したこともある走りのスペシャリスト。今から私が教えるコツを実践すれば、今よりさらに足が速くなることができます。じゃあ早速コツを教えていただいてもいいですか。はい、まずはコウタくんの走るフォームをチェックさせてください。わかりました。ということで、まずはコウタのフォームをチェック。よーい、スタート。もう速い人の走り方。めちゃくちゃいいフォームに見えるけど、先生こちらいかがですか。はい、コウタ君はもうすでに結構速いんですけど、まだまだ速く走る要素が残っています。速く走るポイントは大きく分けて2つ。まずはポイント1の姿勢から教えてもらおう。まずは自分が焼き鳥になったとイメージしてください。どういうこと。自分の頭のてっぺんから石をぐさっと刺した、このイメージで立ってみてください。この串を刺したイメージで立つことによって体がぶれなくなり、速く走ることができるようになります。この姿勢をマスターするためにおすすめなトレーニングメニューがバック&ゴー。バック&ゴーは焼き鳥の姿勢をキープしながら前後にジャンプするトレーニングのこと。このように膝や腰が曲がってしまわないように注意しよう。このトレーニングを続けることで正しい姿勢をマスターすることができるぞ。楽しいですね。はい、楽しくトレーニングすることも、はい、そうですよね。それが一番大切なんで、ね、はい。そしてポイント2は手足の動かし方。スパスパスパッと切るイメージで腕を振ります。先生曰く、腰に刺した大根を腕についた包丁で切るイメージ。ちゃんと後ろまで腕を振るのがポイントだそう。確かに僕、伸びてたかもしれないですね。はい、絶対こっちの方が多分戻すスピードが速いんで。さらに足は太ももと地面が平行になるくらいきちんと上げよう。これから行うのはフットリフトというトレーニングです。こちらのトレーニングも先ほど同様、焼き鳥の姿勢をキープ。手の振り方と太ももの上げ方をちゃんと意識しよう。
このトレーニングを続けることで正しい手足の動かし方をマスターすることができるぞ。さあ、コツを教えてもらったコータは実際に足が速くなったのか。よーい、スタート。結果はわずかだけど速くなっていました。さらに腕の振り方や曲がっていた姿勢も綺麗になって、まさに効果てきめん。ちなみに今日紹介した2つのトレーニングはアンリミティブのスマホアプリアルティメットモードで挑戦できるんだ。これな、この機能を使えば自分が何回できたか一目で分かるから、トレーニングにぴったり。頭のみんなも今日の2つ、続いてはこちらのコーナー、いってみよう。全力オーハースポーン。遊べるスポーツ、それがフリースタイルフットボールだぜ。今日は何するの？はい、今日の宿題技はこちら、ボール遊び限定1球のコロコロキャッチです。はい、本当ね、これができたら本当にすごいと思います。僕結構僕も苦手というか難しい部分があるので、はい、テレビの前のみんなもぜひ挑戦してみてください。よっしゃー、はい、みんな一緒に、おっ、チャレンジしようね。今日も教えてくれるのは世界大会準優勝、陽介イエス横田だ。おーはー、陽介イエス横田です。今日もフリースタイルフットボールに挑戦しましょう。いや、相変わらずすごいね先生。今日のパフォーマンスの中から紹介するのはこちら、ボール遊び検定1級のコロコロキャッチ。この技は背中に乗せたボールを転がして最後足とお尻でキャッチできれば成功です。それではレッツココ集中。ポイント3つ紹介していきます。1番、手からネックキャッチ、これをまずはマスターしましょう。2番、ココ集中ポイントです。自分の体をまっすぐ滑り台のようにしてください。なるほど、足の先までまっすぐにしない場合はこうなってしまいます。そして3番です。ボールをまっすぐと背中から足まで転がせるように練習してください。3つのポイントを押さえて練習すれば誰でもできるようになる技です。ぜひチャレンジしてみてください。今日の技をマスターすればこんなコンボも決められるようになるぞ。おはともみんな諦めずにレッツココ集中。さあ、今日はコートに挑戦してもらいたいと思います。さあ、技の披露はこの後すぐ。みんなもボールを持って一緒にチャレンジしてくれよな。オッケー、ココ先生。おじゃ、ココ先生。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。進化する新ホビー、力を込めるとカードがマジで進化。マジ大ファー。マジか、削り合いのマジカバトルだ。マジカパーティー好評発売中。新パックも登場。タカラトミー、ボトルマン、ペットボトルキャップを発射。今度は神業超絶テクニックを決めろ。マイゾー超グッド、マジで神業。キャップを飛ばせ神業チャレンジ10、限定キャップゲット。さあ、コロコロキャッチ、みんなはできるかな。それじゃあ、コータ、行ってみよう。さあ、絶対成功させる。ココ集中。行け、行け、行け。できる、できる。あー、惜しい。まだまだまだ。もう一回行こう、もう一回行こう。さあ、できる、できる。わー、大成功。すごい。やったぜ。はい、さあね、トリコのハットチャンネルでどんどん更新していくから、みんな
チェックしてくれよな。そして今日もチャレンジ動画が届いてるぜ。おっ、いいよ、いいじゃん。あ、直樹くん、エクソン、グー、ミヌも送ってくれよな。すごいじゃん。続いては謎解きキングダム。来た。謎解きキングダム。魔王の息子リトルリドルが支配する第一の島エニグマ島を旅する松丸くんたち。前回手に入れた情報をもとにリトルリドルの城を目指して巨大な崖を登るのであった。なんで道がないんだ。登るのがかなりきつい。こんな場所でも現れるのか。この謎もんは YouTuber 集団チューバと崖でも撮影してるのか。こいつは伝えるタイプに長けているチューバットだ。物事を正しく伝えたり読み取る力が必要になってくるぞ。みんな行くからね。問題が出てくるよ。よっしゃ。2つのハテナに共通して入る海の生き物は何か。オッケー。よし、みんな力を貸してくれ。動物の名前は海の生き物。このイラストはカメラマン、何かを撮ってるのかな。さあみんな、残り時間あと少し。なんちゃらが札なんちゃらよ。この札なんちゃらを考えると出てくるかもしれない。さあ選択の時だ。さあ二択になった。タイガー札かい、タイガー。みんなの答えが揃った。カメラマンのイラストは撮影している様子を表している。つまり答えは A を入れて映画撮影だ。よっしゃ、謎解きクリア。残るはお前だけだ。一体どんな謎解きを出してくるのか。お楽しみに。この後は井上咲と亜生ちゃんが漫才披露。 CM の後、戦いの火蓋が切って落とされる。新グッズが登場。取り下ろしも満載。ハクソンゲットしてみんなで楽しもう。チェックしてね。ママ、バーボ春雨食べたいな。いいわね。他に材料はいらないし、簡単で美味しいのよね。はい、はいはいはい。助かるわ。中にのバーボ春雨。え？ガチうまい味噌汁だよ。はい、ハッサム。はい、ビトゲ。はい、ユーゲ。お味噌汁だな、なな、なに。くるね、くるね。さあ、お天気の前に先週宣言した通り、二の作が漫才を考えてきてくれたぞ。それでは、お願いします。頑張れよ。以上、お天気でした。謎解き新概発表です。
4週連続の鉄道博物館ロケも今回でなんとラストです。アニメ新カリナの主題歌を歌うボイメンの2人はどんな疑問を解決してくれているのか、はい、ちなみにこのシューっていうのは消火器をイメージしてるそうです。今だから今日解決するなんそれは小学1年生ゆかりちゃんの疑問。電車に書いてあるモハってなーに。電車の車体にこんな文字が書いてあるの見たことあるよね。モハ以外にもいろんな文字が書かれているんだけど、一体どんな意味があるのかな。鉄道博物館学芸部長の猿山さん教えてください。猿山、これ車両の種類を表す記号になってます。お高菜で記号を表してるんですか。へえ、2人ともいまいちピンときていないようだけど、一見どれも同じに見える車両にもいろんな種類があるそうなんです。まずはモの意味から。モが、モーターがついている車両ということになります。そうなんです、モはモーターがついている車両のこと。次に歯の意味は。歯っていうのはこれは普通車のことを表します。普通車、ちなみにグリーン車ですとロっていうことになります。え、はい、グーじゃないんですか。ロや歯は席の種類を表す記号なんだね。ちなみにイがつく車両は1960年に制度が変わってなくなってしまっていたんだけど、2013年に七つ星 in 九州というクルーズトレインで復活したんだ。一番ランクが高いだけあって、まるでホテルのような豪華な作りになっているよ。ということで、モハという文字はモがモーターがついているかどうか、歯が普通車を表している記号なんだね。ではモハの横にあったクー、これは何を表す記号なのか。ですけれども、これは運転台がついている車両っていうのを表してまして、はいはい、これくっついて走るとかっていう、それを訳しております。くっついて走るのか。先頭車両としてモーターのある車両とくっついて走ることからクという記号が使われているんだ。ではここで問題です。サシっていうものは何を表すでしょうか。サシ、はい、ここまで聞いてるモーターがモだったりするぐらいから、うん、ちょっとサとかシも言葉の頭文字のパターンかもしれない。サから始まる何かだ。さあ、おはどものみんなはわかるかな。サとシが何を表しているか考えてみよう。振って千切り、回してカレー煮込んで、振り上げて炒めて、最強料理一丁上がり。新感覚神うま料理バトル食べ王者が無料大型アップデート。ポケモンキッズ、今大当たりが出ると暗闇で光る特製ピカチュウとスペシャルボックスがもらえるんだ。すっげー。応募券なら3枚集めて抽選でお菓子売り場でゲットだぜ。最新動はこれ。うちの朝はお茶漬け。ささっとお茶漬け。目覚まし茶漬け長谷。いいぞ。卵、ご飯にチャーハンの素、ガッツ炒めるだけ。このうまさはおいチャーハンだよ。チャーハンの素なら長谷に。うまい。楽しみながら謎解きゲームができちゃうよ。体験版で挑戦だ。心が動いた体験はずっと残る。楽しい学びでその先へ。新規入会受付中。現在に書かれているサトシが何を表しているか分かったかな。正解はサがモーターがついてない中間車で、シが食堂車です。モーターがついてない食堂車。ちょっとシの食堂車は当てれたかもしれないね、うん、そうだね。でそのサがモーターがない
差は差し挟まれるというところから来てるんですよ。だからその元元の間に差し挟まってる感じ。そうです。なるほど、はい、あみんなわかったかな。車両についている記号は全部に意味があってそれぞれの特徴を表していたんだね。4週にわたって鉄道博物館でみんなの何それを解決してきたけど、今週のアニメ「シンカリオン Z」にも鉄道博物館が登場するぞ。みんな要チェックだ。いやもうハニこんな意味があったなんて知らなかったよね。今度電車に乗ってみるときにみんなぜひねその記号チェックしてみてくれよな。さあということで調査隊の依頼をくれたみゆちゃん、今日の朝楽しんでくれたかな。はい、楽しかったです。じゃあちなみになんだけどさ、イノサクとアセイちゃんの漫才はどうだった？すごい審査員より辛くなったすごい、そう学校で流行りそう、このシュレシングって。うん、今日やってみます。やってみて。お願いします。そしてね、来週水曜日はラブリーラブリーがなんとスペシャルライブをやってくれますよ。みんな生放送で一緒に盛り上がろうぜ。さあそれではみんな今日も元気にいってらっしゃい。マジでもうあの忘れ物とかないかね、まずチェックしてね。みんな思った、振り箱持った、ノート持った。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。みんなが大好きで楽しくて朝のお決まりといえば、わかった、うん、危ないね。それでは答えを、うん、あ、キングアカデミー。正解は僕なんだけどな。僕らは仲良し日担当猫仲間。イエーイ、担当。ああ、僕のお父様は大金持ちだからね。この広場をキラキラに飾りつけて素敵な舞踏会を開くのさ。僕と踊ってくれますか、プリンセス。何するのよ。もちろんダンスの相手は猫魚くんに決まり、魚くんそっちのきで猫くんと踊るの。何言ってますの、魚様と踊るのはこのイカ様ですわ。魚様イカジュテーム。私が踊るのよ。私ですわ。なんでこの僕を差し置いて猫魚ばかり。はい、いてよ。何するんだよ大蔵くん。猫魚、君に決闘を申し込む。決闘？どうして俺たちが決闘しなきゃいけないんだ。今度の舞踏会で僕が女の子たちと踊りまくりのモテまくりになるには君たちが邪魔なのさ。なるほど、さっぱりわからん。つまり女の子と踊りたいけどダンスが下手で悩んでるってこと。違う、ちゃんと話しよう。じゃあ僕たちが教えてあげるよ。だから違うって言ってるだろ。心配すんなって、俺たちダンスだけは得意なんだ。確かに少しは踊れるようだな。でしょ。ダンスが上手いとモテるのか。それならしょうがない、教わってやろうじゃないか。なんでそんなに偉そうなんだよ。私が踊るのよ。こうなったら猫魚くんに直接決めてもらおうじゃない。望むところですわ。え、ふんだ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